こんにちは、学生リポーターの高橋里奈です。本日は鳥取県にある国立大学鳥取大学をご紹介します。人口が最も少ない鳥取県だからこそ磨ける発想力とは、その秘密に迫ります。知と実践の融合を教育理念に掲げる鳥取大学には、地域学部、工学部、農学部、医学部の4つの学部があります。農学部は創立100年の歴史があります。地域学部は2004年に日本初の設置となった特徴的な学部です。鳥取大学には北は北海道から南は沖縄まで、いろいろな出身地の学生が在籍しています。出身地は鳥取県ではない学生はなんと 83%。 私も千葉県出身です。全国から学生が入学しているのが鳥取大学の大きな特徴です。日本で唯一の乾燥地研究センターです。鳥取砂丘に隣接するこの施設では、一体どのような研究を行っているのでしょうか。この施設ではどのようなことを研究しているのですか。乾燥地で起こっている、砂漠化問題や食糧問題を解決するための研究施設です。世界の研究者や、留学生がたくさん集まって、これらの問題を解決するための研究を行っています。文部科学省の郷土利用共同研究拠点に認定されていて、いろんな研究者の人たちとも研究をすることができると。乾燥地に関係する研究が本当に集まってくる、非常に恵まれた研究施設ではないかと思います。ものづくり教育実践センターにやってきました。ここはどのような場所なんでしょうか。それでは行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。どうぞ見ていってください。ここはですね、学生さんが自由な発想でいろいろなものづくりをすることで、こう学びながら作る、作りながら学ぶという形の勉強学習をですね、実践する場所になっています。空いてる時間ですとか放課後とかにふらっと立ち寄って、ロボットを作ったりとか飛行機を作ったりとか、地域の企業と連携してものづくりに取り組んだりとか、そういうクリエイティブな活動をする場所になっています。単にものを作ればいいというわけではなくて、何かしらの目的とか届けたい価値があって作るという、ここがとても大事だと思ってます。鳥取一番人口が少なくて、いわゆる田舎ですので、これ逆に言うと社会の中に出て、さまざまな課題が そこら中にあるんですね。このものづくり教育実践センターでは、その地域の人たちからの依頼とか、地域の企業とのコラボによって、ものづくりを通した課題解決に取り組むことができます。鳥取ならではの距離の近さと、コンパクトさと、課題の多さと、実社会の問題を、に取り組むことができる、そういう経験ができるのはここならではだと思ってます。鳥取って山間部が非常に多いんですが、そこでは害獣となるイノシシとか鹿を捕まえるための罠がいっぱい設置されていて、鹿とかイノシシが引っかかってないかなっていうのをこう見て回るのはすごい大変なんですね。例えばそういう地域からのそういう大変だという問題をもらって、じゃあイノシシの檻をインターネットにつないで捕獲されたら、それがこうメールで通知されるとか、そういうシステムを学生さんが提案して実際にものを作って、今も山の中で動いてるんですね。例えばそういうですごく面白い課題と取り組みがいくつもですね、このものづくり教育実践センターから生まれています。こちらは大学会館の中にあるベーカリーカフェセルリアです。ここでは焼きたてのパンを食べることができます。ベーコンエッグパニーニとウインナーロールを選びました。ではいただきたいと思います。ベーコンがカリッとしてて美味しいです。地域学部では1年間をかけて行う地域調査プロジェクトという必修授業があるんです。地域に直接出ていき、フィールドワークを通じて地域の課題解決を考えていきます。実践力を身につける学びの機会がありますね。大学の授業の中には、鳥取ならではの鳥取砂丘学や鳥取の海の幸を学ぶなど面白い授業もあります。地域の特徴や特性について学ぶにはうってつけの授業ですね。
私たちは公民館に着目して1年間にわたってイベントや企画協力を行っていきました。公民館でもともと企画されていた歌声喫茶という歌を歌う企画に参加を主にしていました。普段交流する機会のない鳥取の高齢者の方と交流したことで、私たちが知らない鳥取の魅力っていうことを知ることができたことです。地域住民のニーズや考えを汲み取る企画力っていうのが身についたと思います。私は将来鉄道系の会社に勤めたいと思っているので、ここで学んだ企画力っていうのは生きると思うので、その企画力を生かした人材になっていきたいと思います。続いて農学部のフィールドサイエンスセンターにやってきました。実はここ、こんなに広いんです。農学部にはフィールドサイエンスセンターという広大な農場と演習林があります。梨の栽培など地域の特徴を生かした農業や林業を学ぶことができます。理念の通り実践の場がたくさん用意されていますね。それではここで農学部の学生にお話を聞いてみましょう。鳥取大学のここがすごいを教えてください。農学部は2回生から実習が始まるんですけど、その農場を実際に使って実習を行うんで、その座学だけじゃなくて座学で学んだことをそのまま直接体を使って学ぶことができるので、鳥取大学はすごいいいところだなと思います。僕は実際3月にその大学の研修プログラムを使ってウガンダの方に1ヶ月間留学したんですけど、鳥取大学はすごいその研修プログラムがいっぱいあるので、そこは鳥取大学の大きな特徴かなと思います。アフリカに行ける研修制度っていうのはあんまり聞いたことがなかったので、今しかないなと思って行こうと思いました。鳥取大学には知と実践の融合という学びの機会が豊富にあるんですね。未来の可能性を切り開くこのキャンパスでお会いしましょう。